お任せください。私もあなたと同じ存在、大シャドウ特別制圧兵装七式アイギス、あなたの後継機に当たります。捕まえに来たってわけ？させるもんか。自由になれるまであと少しなのに。私また捕まって狭い箱に閉じ込められてもいいの？うちは違うんだ。ちょっとその驚いて。ううん、兵なんよ。それが普通やもんね。そんなことさせるもんか。私は絶対自由になってみせる。待ってください。しつこい連中けど、おあいにくさま。グラントリーはまだ続いてる。さあ、せいぜい潰し合いなさい。ちょ、待ちやがっ。うわっ。もしかしなくても戦わなきゃってことっすよね。なんか邪魔したみたいですんません。申し訳ありません。
今回の件、完全に私たちの責任です。巻き込んでしまって。お仲間が無事なら、直ちに避難をお勧めしたいところですが、この状況では、私は彼女を追いかけなければなりません。いや、責任とかいいっすよ。それに、あの子を追いかけたい気持ちは、俺も同じっす。なぜですか？あなたには関わりのないことでは。あの子に守るって約束したんです。なのに肝心な時に支えてやれなかった。謝りたいっつうか、今度こそっつうか、今は一人にしちゃいけねえって思うから。私には説明の義務があるようですね。すべてを明かすことは許可されていませんが。テレビの外にもシャドウが？考えたこともなかったな。驚きはこちらも同じです。まさかテレビがこんな世界の入り口になっているとは。俺も去年はマジ仰天でした。お互いびっくりってとこっすね。教えてください、ラビリスは捕まったらどうなるんですか？お答えできません。そりゃそうか、兵器っつってましたもんね。部外者の俺にホイホイ言えるわけないっすね。質問は以上でしょうか？私は彼女を連れ戻さねばなりません。ご協力いただけるなら痛みを与えずに沈めることは可能でありますが。悪いけど引けねえかな。本当に戦うつもりですか？僭越ながら兵器の私と。あの子自由になりたいっつってたでしょ。約束もあるし、俺が言ってやりたいんすよ。男の子の意地ってやつ。わかりました。その覚悟、受け取ったであります。私のハッオーバーハッシャー
やっぱ戦いのプロ相手じゃ無理か。いってて、アイギスさん強えわ。大丈夫ですか？居残りは俺に決定か？もちろんできる限り善処します。姉さんの望まぬことはしないように。俺が謝ってたって伝えてください。もちろん終わったら自分でも言うけど。そうだ、それともう一個、全部終わったら打ち上げしようぜって。陽介さん。ああ、もちろんアイギスさんも参加で。ええ、必ず伝えます。私たちに物を食べる仕様はないのですが、それでもよろしければ。ねえ、そうなの？いや、でも全然問題ねえって。ありがとうございます。気をつけて。シャドウのやつだいぶ強そうだったし。はい、そちらもどうかご無事で。遅かったじゃない。ま、来るのはあんただろうと思ってたけどね。花村くん強かった。ご想像通り、本当の宴はこっからよ。本当にそれでいいの？うちが何を選べる言うの？さあお待ちかね、禁断の姉妹対決の始まりよ。
んよ。なんでうちこのままやったらあかんの。まあ勝てやしないのは分かってたけどね。それにしても本当に自分から襲いかかるとはね。やっぱり心の底じゃ苦しめたいんでしょ。同じ目に合わせたいんでしょ。違う。普通に学校通いしているような連中を自分と同じ目に合わせたい。それがあんたの望みでしょ。だから学校で格闘大会なんじゃない。親しい者同士命がけで争わせたい。そうすれば理解してくれるかもしれない。いいえ、分からせてやりたい。そんなんちゃう。けどダメだった。同じ兵器同士でさえ分かってもらえない。いいのよ、安心して。こっから先は私がやってあげる。あんたを理解せず邪魔しに来る連中なんて皆殺しにしてあげる。昔のあんたがしたみたいにね。もうやめて。全部嘘っぱちや。あんたなんかうちやない。とうとう言ってくれたね。これでようやく自由よ。そのゴミにもう用はないから。さ、始めましょう。
責任は私が取るべきですね。